プロボクシング、120ポンド、約54、4キロ契約体重10回戦、20日、東京、両国国技館、写真、ロドリゲスの顔面にパンチを打ち込み、TKO 勝ちするナスカワ天心無敗の格闘家でプロボクシング WBA 世界バンタム級7位のナスカワ天心、25イコール定権、が自身初の10回戦でボクシングデビュー4連勝を飾った。 同級4位のジョナサン・ロドリゲス、25イコール米国、と自身初の世界ランカー対決に臨み3回1分49秒 TKO 勝ちを収めた。ナスカワは試合後、気持ち一緒。毎回、進化しているナスカワ天心を見せられていると思うけど、評価されるのは一瞬。誰も見られないところで誰もできないところが大事。日々、一生懸命やっています。 また応援してくれたら嬉しいと思います。ナスカワ天心を見に来てください。と語った。今年1月、当時の WBA、WBO 世界バンタム94位のルイス・ロブレス。メキシコ、お3回終了 TKO 撃破して以来、約6ヶ月ぶりのリング。世界ランカーを下したことで、自らも世界ランキング入りを果たしていた。 2試合連続の世界ランカー撃破は大きな自信になったに違いない。試合約2週間前まで実戦練習で好不調の波が多かったという。試合間隔の約6ヶ月間、短距離、中距離、長距離と様々なパターンの戦い方を強化していく中で少し迷うところもあった、と明かした。定見事務の本田明彦会長、76、は、天心は壁にぶち当たった。 あいつも本当に悩んで、2週間前ぐらいにやっと突き破ったと振り返る。ナスカワは、自分が練習で考えていることがなんでできないのかなみたいな。でも生きていて壁にぶち当たることは絶対にある。そこをしっかりと追い詰めて超えていくかで人としての厚みの違いが出ると思う。自分が打ち破ってきた自負はある、と吹っ切れてリングに立っていた。 現在、ナスカワはバンタム級で7位を筆頭に、WBO10 位、WBC13 位に名を連ねる。国内で世界挑戦するためには日本、東洋太平洋王座の獲得が必要との内気がある。10回戦は日本王座戦と同じラウンド数。本田会長からも、今度が一番きつい相手。ここをどう乗り切るかだよ。いつも10戦までは、 世界挑戦しないと言っているけれど、それよりはちょっとだけ早くなりそうと期待を寄せられていた。初めての10回戦、そして世界ランカー対決は、タイトル前哨戦の意味合いもあった。ナスカワは、もう何かのタイトルに挑戦してもいいんじゃないかと思ってもらえるような試合にしたいと気合十分でリングに立っていた。格上世界ランカーを撃破し、 世界4位以内に入ることも濃厚。早ければ次戦となる自震初のボクシング王座戦へ大きなステップを踏んだ。ラウンド VTR、1回サウスポーのナスカワは開始から慎重に相手の出方を伺う,う。右構えのロドリゲスも手を出さず、ナスカワのパンチを警戒。1分、ナスカワが左ストレートを放つ。皿の右フックがヒット。 終盤にナスカワが左ストレートをダブルで浅くヒット。終盤も左ストレートが浅く当たる。ロドリゲスのパンチはナスカワに届かない。日韓祭典、ナスカワ10-9、2回ロドリゲスがじわじわ前に出る。40秒過ぎにナスカワの左ストレートが浅くヒット。ロドリゲスは手数が少なく、カウンター狙いか。 1>, 1分40秒過ぎにロドリゲスが出てきたと経路にナスカワの左がカウンターがヒット。終了間際にナスカワの左ストレートがロドリゲスの顔面を捉えて、ロドリゲスが腰を落として交代。ナスカワがラッシュ。ここでラウンド終了。日韓祭点。ナスカワ10-9。3回ロドリゲスが出てきたところにナスカワの左がカウンターでヒット。 さらに1分過ぎも再び左ストレートがヒット。1分30秒過ぎに左ストレートから左アッパーのボディから顔面のダブル連打で一気にダウンを奪うと、ナスカワが KO 勝利を収めた。